はい、今日はね、リクガメの餌、多肉植物をね、挿し木で増やしていきたいと思います。で、ホームセンターで買ってきた状態が多分日当たりが悪かったんだと思うんですけど、こういう風に茎がすごい伸びちゃってるんですよね。で、この曲がってる部分をカットしてしまいましょう。じゃあまずカットしていきます。で、親木は根がね、普通にちゃんと伸びてるんで、この部分を残してもう曲がってる部分全部カットしちゃいます。この辺からがっつりいってしまって、で、次にね、挿し木で植える部分もやっぱりまっすぐな方がいいんで、この辺からカットしちゃいます。で、この下の部分はね、少し刃を取ってしまいます。そうですね、これは後でリクガメたちにあげます。で、これをね、もう一個取ろうか。で、こういう状態ですね。はい、こういう状態にします。で、中間のね、この部分もね、リクガメたちにあげちゃいたいと思います。それでカットして残ったね、親株の方はこのような状態で残しておけば、数日で新しくね、どんどん芽が出てきて葉っぱがね、ちゃんと出てくれるんで、これはこのまま置いておきます。で、それでカットして、この下の部分を取り除いたこの先の部分は、こういう空いているペットボトルとか瓶のこの先の部分にこうやって刺します。で、それでこのカットしたね、切り口の部分を乾かします。で、こういう瓶とかペットボトルにこうやって立てかけないと、で、こう横に寝かせちゃうとね、またこういう風に歪んじゃうんで、こういう風にまっすぐになるようにこういうものに入れておきます。で、この際は水は一切与えずに、風通しの良い日陰に置いておきます。で、数日すると根が生えてくるんで、それを土に植えれば完成です。じゃあ根が生えるまで待ちましょう。はい、で、同じ要領で3つ作りました。で、まあ全部成功するか分かんないんでね、これで様子見ていきましょう。今日はここまでですね。あとはね、この余ったね、葉っぱをリクガメたちに今からあげていきます。はい、じゃあリクガメたち、どうぞ食べてください。はい、これいっぱいあるよ、好きな多肉植物でね。みんなのためにね、こうやってね、今挿し木で増やそうとしてるからね。はい、どんどん食べてください。おーさ、相変わらず食いっぷりいいね。これ増やしがいあるよね。ほらね、どんどん食べてもね、じゃんじゃん増やすからね。いや、こんだけ食べてくれると気持ちいいよね。ほら、あっという間なくなっちゃうんじゃないねえ。すごい、3匹とも大好きだもんね。やっぱアロエとかと比べると苦味とかも少ないかもね。最近ね、アロエ食べなくなっちゃったんですよね。よし、茎も食べるんかな。茎、茎は食べないか。はい、葉の部分か。やっぱ葉だね。はい、茎
お、茎も行く。行くね。なんだ、茎も行くじゃん。じゃあこれも食べるかな。お、茎も食べます。オスにもあげてみましょう、茎を。ほら、美味しいんじゃない。ほら、多肉植物の茎。硬いか。なんか食べそうですね。これもカットして与えてみましょう。もったいないもんね。危ないからちょっと。ちょっと危ないから。はい、茎。茎も食べますね。はい。ちっちゃい子も茎。多肉植物も大人気。捨てるとこないね。はい、茎だよ。よかったよかった、茎も食べることが分かって。はい、ね、みんな食べてるよね、茎ね。ほら、何匹とも食べてる。もうちっちゃい子も食べてるね。いいね、多肉植物。茎も美味しいんだね。ねえ、美味しかったでしょ。最高ですね。ね、どんどん増やすから待っててね。じゃあ皆さん、こちらの続報をお待ちください。成功することを祈っててください。それじゃあ、またねー。